委員会委員長の中川雅治でございます。よろしくお願いいたします。まず私どもの委員をご紹介いたします。私の右隣から自由民主党の佐藤正久理事でございます。同じく島尻愛子理事でございます。同じく西田昌司理事でございます。よろしくお願いします。同じく北村恒夫委員でございます。次に私の左隣から公明党の石川博隆理事でございます。どうぞよろしくお願いいたします。同じく矢倉克夫委員でございます。よろしくお願いいたします。日本共産党の大門三木氏委員でございます。よろしくお願いします。以上の7名でございます。次に公実人の方々をご紹介申し上げます。まず前陸上自衛隊科学学校長川上幸則公実人でございます。よろしくお願いします。次に株式会社ラック理事サイバーセキュリティ研究所所長伊藤博史公実人でございます。よろしくお願いします。次に埼玉弁護士会元副会長山崎徹公実人でございます。以上の3名の方々でございます。当委員会におきましては目下特定秘密の保護に関する法律案の審査を行っておりますが、本日は本案について関心の深い関係各界の皆様方から貴重なご意見を受けたまわるため本公聴会を開会することとなった次第でございます。この際公実人の方々に一言ご挨拶を申し上げます。皆様にはご多忙のところご出席いただき誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を拝聴し、今後の本案審査の参考にいたしたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。次に会議の進め方について申し上げます。まず公実人の方々からお一人10分程度で順次ご意見をお述べいただき、その後委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。またご発言の際はその都度委員長の指名を受けてからお願いいたします。なおご発言は着席のままで結構でございます。それではこれより公実人の方々から順次ご意見をお述べ願います。まず川上公実人にお願いいたします。川上公実人、よろしくお願いいたします。先ほどご紹介を賜りましたとおり、この8月まで陸上自衛官として科学学校長を務めておりました川上でございます。私は、特定秘密の保護に関する法案のは必要だという立場から意見を述べさせていただきたいというふうに思います。まず意見を述べさせていただく前に2つほど先生方を前にして、極めて、僭越ではございますし、また、社会に説法かと思いますけれども、陸上自衛隊の科学学校というところのご紹介とですね、そしてまた我が国の今までの NBC の、いろいろな形で の経験といいますか、経緯といいますか、歴史といいますか、そこを少し述べさせていただいた後に意見を述べさせていただきたいというふうに思います。まず陸上自衛隊の科学学校というところはですね、2つの側面がございます。1つは自衛隊の中で、陸上自衛隊の中で NBC の兵器、特に核兵器あるいは生物兵器、化学兵器からの防護の教育を行っているところでございまして、特に自衛官等をですね、その NBC 兵器からの防護の専門家として育成をしているところでございます。もう1つの側面はですね、平成7年に地下鉄サリン事案が起きましたけれども、その時まさに時を同じくして化学兵器禁止条約のもとにですね、化学兵器の禁止及び特定物質の規制に関する法律が施行されました。その法律の中で我が国で唯一、身体に毒性を与える特定物質の研究をですね、する機関として、そのために研究目的のために特定物質を製造することができる我が国唯一の施設、特定施設
というその側面が2つございます。まあ、そういうことで科学学校という認識を先生方を前にして失礼で先生でございますけれども紹介をさせていただきました。もう一つは我が国は世界に類を見ない、いろいろな意味でのですね被爆をした国だという歴史がございます。長崎広島のことを今更申し上げるまでもございませんし、原爆の被爆国であり、また 3.11 は原発で汚染をされた経験を持ち、また今なおかつその復興をですね目指して除染を懸命にやっている、そういう状態である。そしてまた繰り返しになりますが、平成7年の地下鉄サリンという化学兵器を使ってですねこの日本国の首都東京において地下鉄で一般市民を対象にしたテロが行われた、そういう類のない世界でも類のない国だという、そういう歴史を持った国だというふうに思っております。特に地下鉄サリンでは十数人の方がお亡くなりになり、6000人を超える方が負傷されたという歴史がございますし、そういう形でですね我々は日々科学学校等でですね特定物質あるいは NBC の兵器からの防護というものに研究をし教育をしてきた機関でございました。そういう立場からですね、我が国の科学学校というところは、国内はもとより米国あるいは欧州の各国からもですねいろんな意味でその注目をされている国でもあり、また機関でもございます。先般の新聞の報道にもございました通り、米国との間、そしてまた英国との間にですね、この防護に関する研究の枠組みというものがまさに行われているところでございまして、先生方ご承知のとおりですね、この防護の研究、そして国と国との関係においては、ギブアンドテイク、そういう関係にございます。ですので、相手国にですね、このような今回議案に上っているようなですね、秘密、特定秘密の保護に関するような枠組みがなければですね、向こうの国も当然ギブはしてくれない、そういうような状況になるわけですね。そしてまたもう一方で、先ほど申し上げたとおり科学学校というところは我が国唯一特定物質を防護のための研究ということで、製造をすることが許可をされている施設でございますので、今までは自衛隊の中の法律とですね、そしてまた個人隊員一人一人の良識に基づいて、その守秘義務といいますか、そういうものできちんと、管理をされてきたものもですね、実はじゃあ今後本当に今後の隊員も同じようにですね、今までの OB 先輩と同じような形で、守秘義務を守っていけるかどうかというものについては何の保証もないわけですね。ということからしてもですね、こういうその外国との関係においてもこういう枠組みがまずは必要であるということと、そしてまた、個別具体的な事案ではございますけれども、特定物質の保護ということに関してはですね、確実にこういう枠組みがなければ今後は、守っていけないのではないかなというふうに思っておるところでございます。以上が私の意見です。よろしくお願いをいたします。ありがとうございました。次に伊藤公実人にお願いいたします。伊藤公実人。はい、私は株式会社ラックというところのサイバーセキュリティ研究所の所長をしております。要するにサイバー攻撃ですね、今皆さんご案内のそれに関する、対策を打っている企業、そこの研究所長をやっております。で、今日いい機会をいただきましたので、まず一国民として、そしてそのサイバーセキュリティに関する専門家セッションの観点からこの法案について考えたことを述べさせていただきたいと思います。結論的にはこの法案は必要だろうとは思っております。ただ個人的に些細な点では疑問は持っております。それも後で述べさせていただきます。まず一般論として言えることは、もうご案内だと思いますけれども、秘密を守れない人に秘密を渡す人はいないということで答えは決まっていると思っております。むしろ今までですね、このような法律がなかったこと自体が国民の私としては非常に驚きでもあり、今回ですね、自民党の皆さんがですね、こういうやってくださったのは非常に喜んでおります。で、些細なことは置いておきましてですね、次に自分がサイバーセキュリティの専門家という立場からご参考になるかもしれないことを述べたいと思います。まず現状ですね、サイバー攻撃といろいろなことが言われていますが、現実日本はですね、皆さんが思っている以上に大変な状況にあります。
ここ数年間でサイバー攻撃に関する大きな事件というと、もう3年前の大手防衛産業さんの、情報が抜けたというのが新聞に出たぐらいしかないのですが、実際はですね、よく新聞見ているとですね、2面3面にシステム故障とかいろんなものが出ています。そしてサイバー攻撃の最も恐ろしい点は、誰がやってるかわからないってこととか、それからやってること自体がそもそも気がつかない、そして最後にやられていることが分かってもみんながそれを言いたがらないっていう、ここで実は我が国が対策が遅れてしまっている大きな原因がございます。これはこの後の話につながると思うんですけれども、私が民間企業のセキュリティの企業としてたくさん企業さんのサイバー事件を承知しておりますが、どこの会社も絶対それを外で言ってくれるなと言っております。今日実はこの埼玉にどういう関係があるかってことを言いたいんですけど、実はそれも言えないっていうのがちょっと一種のギャグになってしまいますけれども、守秘義務があるんですね。どこの会社さんが私のお客様は言えないわけであります。でその中で自分が体験した例を言うとですね、まずサイバー攻撃を受ける前におかしいと言って呼ばれて行ってみるわけですが、おかしいと言ってみて行ってみると本当におかしいわけです。そしてこのあれに法律に直接関係ないかもしれませんけれども、よく調べると実は去年ですね、1年間に私たちが扱ったそういう事案の3分の2は1年以上前から攻撃を受けてその企業さんに入られていました。逆に言えば入られて1年間気がつかない企業さんがたくさんあるということです。そして次にそれが入られたことに気がついた処置なんですけれども、困ったことに担当者の方が言わないでくださいって上司に怒られる、それもあります。でも一番問題なのは会社の情報、その恥ずかしい情報が漏れると株価が下がったりして大変だということで観光令引かれてしまいます。そのために国全体にですね、警報が上がってないというのが今サイバー攻撃を取り巻く日本の状況なわけです。でこのことをですね、打ち砕くために実は日本の政府はやってくださってるんですね。それでは隠してしまっては警報が上がらないので、そういうことをですね、みんなに伝えて情報共有をして、そしてアラートを上げましょう、その仕組み実はございますが、それがうまく機能しているかという面で私は不安を持っています。つまりですね、企業さんから見れば今までは隠してた、でも国の機関がそれを集めて集約して撒いてくれるよという仕組み実はできてるんですが、でもそこから漏れたら一体どうなるんだろうか。もし国の機関に正直に言ったことが漏れてしまったら、その民間企業の信用は下がり、株価が下がり、大変なことになるのはやっぱり人間的には恐れてるわけですね。というわけで、ある事柄秘密を共有するためには、その秘密を渡す相手が本当に心から信頼できなければ、どんな仕組みも機能しない。これが私がこのセキュリティ企業にいて最も感じることでございます。でこの法案について私が最初に述べましたように、もし例えば外国の政府がですね、日本との関係でこの秘密を教えてあげなければ日本の安全に関わるなと思ったとしても、それを私たちの国が守れないと思ったら果たして渡してくれるでしょうかという普通の疑問があってしかるべき で今回そういうことで、これが出たんじゃないかと私的には解釈しているところであります。したがってこの法案についてはぜひですね、進めていきたいし、むしろ遅すぎたのではないか。実はさっき最初言いました、これからあとですね、ちょっと小さな疑義があります。それ言いますけれども、小さな疑義があったとしても遅すぎたのではないか、本当にそう思っています。ですからまずこの法案をですね、よく審議していただいて通していただきたいというのが、国民あるいは裁判の専門家としての私の観点です。であと少しだけ時間がありますので、ちょっと気になっている点について先生方にちょっとお話ししたいと思っています。それはですね、一つは国の安全保障に著しい支障に関する法律ですよね。これ国の安全保障に著しい支障を与えることに対する法律なのに、罰則が10年以下というのは私的には軽すぎるんじゃないかと思っているんですが、いかがなものなんでしょうか。国の安全保障ですよ。普通の犯罪だったら10年20年あるいは物を盗みました、僕分かりますけど、国の安全保障なのに10年以下っていうのは軽すぎるような気が私は思っています。森内さん審議されて妥当な線だと思ってるのかもしれませんが、僕の感覚はそうです。それからもう一つ、これはですね、私もマスコミ等を見て、そう